にちは。今日の動画はじゃーん、メイク動画になります。今日の、メイクはケンダル・ジェンナー風のメイクをしました。この前あったメットガラのイベントでケンダルがやってたこのスモーキーアイとヌードリップのメイクをしました。あと眉毛は濃いめでちょっと真似してみた。あと髪の毛もこうやってピタってポニーテールで真似してみました。よかったら最後まで見ていってください。どうぞ。今日のメイクはアイメイクから先にやるので、フィットミーコンシーラーをまぶた全体にのせてくすみを消していきます。で、あとは軽くパウダーをして上からアイシャドウを重ねやすいようにしたら、まずこの黒のペンシルアイライナーを適当にブワーって塗っていきます。ほんとなんかピッチリしてなくて大丈夫。それをまあブラシでちょっと伸ばしていく、ぼかしていってこんな感じになるようにします。また上からブラックアイシャドウを重ねるからそんな丁寧じゃなくて大丈夫です。で、このウローラメルシエの3色入っている、このネイビーと紫っぽい色3色入っているやつの一番濃い色を上から重ねて、さらにライナーをぼかしていきます。で、なんかこのブラシがちょっと使いにくかったからこっちのブラシに変えてさらにどんどん塗っていきます。とにかくぼかしてのせてぼかしてのせてみたいな感じで、濃い紫をまた上から重ねて、さっきよりももっと目の真ん中側までのせるようにします。で、またもうちょっと薄いのをさらに内側からこうやってぼかしてちょっとグラデーションっぽくなるようにします。で、猫目まではいかないけどちょっと外側に広げて、このジジハディッドのパレットの一番右の黒をブラシにとってまつげに近いところもっと濃い色をのせていきます。で、この BYS のヌードさんのパレットのこのシルバーのちょっとキラキラが入っている色を目の中心にのせてちょっとキラつかせます。マットな茶色を取ってちょっとぼかしていく全体を。これ結構大事です。ぼかしていってなんかもう黒って感じにしないようにして、ちょっとさっきのシルバーで黒がちょっと取れちゃったからまたこの上から最後重ねました。で、下についちゃってるアイシャドウとかをメイク落としシートとかでちゃんと取ってから、ベネフィットのポアフェッショナル、この毛穴をちょっと隠してくれる下地を塗ります。鼻とかおでことか、まあ、いつもみたいな感じで同じ感じね。で、この後に塗るファンデーションはレヴロンのカラーステイを塗ってます。これは私の肌の色にちょうどいいから、あとカバー力も結構あるからこれを塗りました。指で、まあ、ちょっと伸ばしてから最後スポンジでトントントーンってします。で、ケンダルはもうマジ完璧だから、もうコンシーラーは必須です。フィットミーコンシーラー、日本でも発売されたフィットミーコンシーラーを、目の下のクマの三角形のところとか、鼻筋とか、鼻の周りとか、顎とか、おでことかに乗せて、まあ、トントントンってやって伸ばしていきます。で、この目のアイシャドウのところね、はこうやって目の形がシュッてなるようにやります。で、コンシーラーしたとこは、ちゃんとパウダーをつけて、これね、目に戻ってるけど、下にも粘膜のところにアイライナー引いて、さっきの同じ黒で上からちょっとぼかします。で、これだとちょっと真っ黒になりすぎてるから、茶色、マットな茶色でその上からぼかします。あとね、これ見せるの忘れちゃったんだけど、このパレットについてるハイライトカラー、とにかくキラついてるやつを目頭にのせてます。で、まつげをカールして、で、これはキャンメイクのマスカラ下地ですね。で、次眉毛。眉毛が結構大事だから、ケンダルは。ニックスのパレットの濃い方のアイブロウカラーを取るんだけど、この眉尻のところからね、描くんだけど、これシュッてやるの。で、この目のアイシャドウの延長線上の長さと同じぐらいになるようにして、下はあんまり描かないようにしました。結構、ケンダルって細めの眉毛だと思うから、
で、今日は眉マスカラじゃなくて普通の黒のマスカラを使います。これはメイベリンのオイリシャスを使ってるんだけど、これで毛並みを整えていきます。で、これでしっかりめの眉毛を作っていくのね。で、こっち側もなんか見てわかる通り毛がちょっともう変な感じになってるから、ちゃんと逆立ててしっかりケンダルっぽくなるように頑張りましたで、シェーディングフーラブロンザーを使って鼻のシェーディングと、あとはもちろん頬骨のシェーディングもします。カーダシアンファミリーは結構シェーディングが大事なので。チークに使うのはカバーガールのトゥルーブレンドブラシの薄い色を使います。薄いピンクで、これ結構ツヤっぽいから、ハイライトそんないっぱいつけなくても大丈夫だから、これ結構おすすめです。でもさらにハイライトを塗るんだけど、私はさっき目頭塗ったやつと同じやつをいつも塗るとこに塗ったら、ビッグショットマスカラを重ね付けします。で、リップなんだけど、リップはエスティローダーのクリスタルベイビーっていうヌードのカラーを塗ったら、その上からちょっとグロスっぽいリップを重ね付けします。はい、以上が私のケンダルジェナー風メイクになります。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。次の動画もぜひぜひ見てください。動画のリクエストとかお待ちしております。 SNS のフォローもよかったらお願いします。バイ。